まな寒い日が続いていますが、草木はもう春が待ち遠しいかのように人知れず芽吹いてきているようです。で、今日は桃の花と菜の花を買ってきました。お雛祭りも近いので花桃と呼ばれる観賞用の桃の花が出回ってますね。このように少しふっくらと開きかけているものを選ぶといいでしょう。菜の花です。黄色いお花と若草色の葉っぱがとっても春らしいですね。細めのものを5本用意しました。で、可愛らしい雰囲気を出すために赤とピンクのガーベラも入れます。それからこのようなスプレーマムも少し入れようと思っています。今回のお花は和の雰囲気ですので、器もこんな感じのものを100均のお店で探してきました。直径20センチほどあり、深さも6センチぐらいあります。そして吸水スポンジは器から1センチほど低く入るように厚みをスライスして、器の形に合わせてぴったりと敷き詰めるようにカットして入れます。こんな感じですね。オアシスの中心にクロス線の目印を引いておきます。そしてお花はこの3箇所に分けて入れるようなイメージになります。まずは桃の花から入れていきます。長さは器の幅の 1.5 倍ぐらいにして、そしてまず1本、左奥1の位置に入れます。今回のアレンジメントは全ての花材を垂直に刺していきます。で、微妙に高低差をつけながら、先ほどの1本目1番の位置に3本ほど固めて入れます。次に右手前の2番の位置にも長さを変えて2本入れます。そして1の塊の手前3番の位置に添えるような感じで細めの枝を2本、控えめに入れました。
が1本も全体のバランスを見て2番の位置に入れました。すべてまっすぐ刺してますので器から外にはみ出してませんね。菜の花を入れていきます。下の方の葉っぱは取っておきましょう。まず一番の桃の枝に添えるようにまっすぐに刺していきますが、桃の花よりは少し短くします。桃の後ろの方にも一本微妙に長さを変えて入れます。菜の花の茎は曲がったりしていますが、その茎の曲がりも自然な味ですので、向きを考えながら入れていきましょう。左手前にも1本入れます。曲がった茎の花を入れるときに気をつけたいのは、器から外にはみ出さないようにすることです。右手前の2番の位置にも2本入れます。後ろにも短めの花を入れると奥行きが出ます。長さは微妙に変化をつけ、リズミカルな感じを出しますが、極端な高低差はつけない方がいいでしょう。すぐ上に向かって伸びやかに芽吹いていくイメージを出すことがポイントです。ガーベラを入れていきます。長さは菜の花より少し短くします。1番のあたりに2本、それから2番と3番のところにも1本ずつ入れていきます。ガーベラもまっすぐ刺しますが、お花の顔の向きが一定方向にならないように気をつけて、そして表情豊かに入れます。はスプレーマムです。スプレーマムはこのように、枝ごとに切り分けて、それから入れていきます。花材ごとに層ができる感じに、上から桃、菜の花、ガーベラ、スプレーマムという順で高さを変えています。植える時もこの順番に花の種類ごとに入れていくのがコツです。上からお花の種類ごとに層ができていますね。これはアレンジメントでは急
は見えないようにするのが基本ですが、今回は吸水スポンジをこのような小石を使ってカバーしていきます。花材の足元に薄く敷き詰めていきます。これできれいにカバーされましたね。今回のフラワーアレンジメントのポイントは、春の花が上に向かって伸びやかに芽吹いていくイメージを出すこと、お花を種類ごとに層にして入れつつ全体にまとまり感を出すこと、そしてリズム感のある楽しげなアレンジメントを目指しました。